結構なプラスまで持ってきたね。うわーマジか、早すぎやろ。しょい、また入った。これあーと出た赤いやつ、なんもないか、通り過ぎるだけ。あー出た出た出た、おー金、でかいと金、またこれ来たんじゃないよこれ。金だったよ。弱いかな。これは超、また超、また超、超超超超、よし行く、行っちゃうよ、行っちゃうよ、行っちゃう、行っちゃう、行っちゃう。え、それ何、お当たった24回転、遅いよ、ちょっと遅いよ、ちょっと遅い、24回転早かったな。今回こそ、いや、あのモード当たるね、関係ないけど。どうしようか、やっぱりミサイルか、ツーシーチャンス、いやいや、ツーシーチャンスゾーンで行く。行こうぜ行こうぜ、今回こそ行くよ、ラッシュ。敵の噴石にやってきたサイボーグたち、そこへ敵のボス、スカールが現れた。おオリエンカーと飛ぶ駅だね、この映像。あーこれですね、エンジェルゾーン、かなり熱そうな感じ。いでも青堀ゆか、リネックスに行くとちょっとこれはどうかな。堀ゆか変われば、あ、ゴール、ネクスト行こう、ネクスト、よし、音をなんか出なくちゃ、今なんでいつもの音が、保留が、うわー、ゼロゼロない保留、出たー、出た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 、そして金のリーチ、これまたアクセレレーション、またちょっと遅いよ、31回転遅いよ、これがまた。久しぶりだなジョー、ジェット27年ぶり、俺はあの
の時までお前に優勝を勝ち、これ外したらちょっとさすがに怒っていいやつ、なんとか日本人のお前が台段に残ることになった。僕で選手防衛を良しとするお前が来たるべき時のためのリーダーだと。世界の平和と自由を守ってきたのは俺たちアメリカ人だ。これはもう完璧でしょ。これ以上のものないでしょ。ゼロゼロない保留富士山金のシャッターで赤文字で赤これで、あとはパッドインカこれは当たったでしょ。はい、よく当たるな、よく当たるけどラッシュには入れない。はい、また当たりました。変わっちゃう、変わらないです。惜しいよな、惜しい。もう32、前回ビデオをかけた時に今回こそラッシュいるよ。もう変わらずに003チャンス通り3度目の勝利。3回続いた、もう1回あかん、頑張って頑張るよ。大しゃお大しちゃお、俺はチャンス、いちいち期待してるから。どうなちょっと待って、大丈夫か。ベンチプレス、ベンチプレス、ボタンでトレーニングを決めてね。はい、いいよね。さあ、今日の目標はこれよ。7か、わー、今日こそやってやる。もうチャレンジしてる、これで決めるわ。おりゃー、対してって言われたのにな。いやちょっとちあっグン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 、そしてそれしまたたたた、よし来たよ、来たよ、来たよ、マジでやっと、わあ気合完了。いやこれ当たったでしょ、これ当たったでしょ。今日の目標はこれよ。 500m 赤です。もう少しボタン連打で距離を縮めて、あっつい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 、いや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 、嘘でしょ。軍が出たよ、軍が出た、軍が出たよ、嘘、マジふざけんな、マジこの台、何があかんかった、レインボーって誰からあかん、いやいやいや、軍ですよ、軍。
ぱり小崎嫌い、やっぱり嫌い。はいはい、どうせないやろ。もうレインボー出たら外れちゃうかなと思っちゃう。まあ、ですか。いや、さっきの軍から閉まってのもので当たらないんだったら、軍なしの閉まらないもので当たるわけがない。それにスイミング、あ、そう、え、さっき外したやつや。さて、今日の目標はレインボー。レインボーナイス、これよ。 1000m、もう少しボタン連打で距離を縮めて。よしと。またなんか書いてるわ。また嘘書いてるわ。足が、足が、どうやって足がどうなった？足がどうなったらプールの中で死ぬの？左内に戻してください。もうお腹いっぱいです。さあ、これブラックライトかな。ブラックライトにしようかな。ブラックライトにします。さあ、大海のブラックライト199で頑張れみたいな。まあ、あの009当たるんだったらこれは当たるでしょ。もうね、さすがにもう打つことないわ。009はもうない。ひどい、一番ひどいと思う今まで。よっ、お、すげえ、2回、もう1回ずれ、おお、3回。マリンちゃん、マリンちゃん、これは結構チャンスですよ、これ。あ、今 3D サウンド、 3D サウンドだったよ。強軍だし、ほら、あった 3D サウンド、すげえ、今 3D サウンドだった。どっち、どっち、うわー、7で苦しい。やっぱ海やわ。3D サウンド、すごい回ってきてる。どうしようかな、 なるかな。イエーイ、そりゃなるわ。やった。はい、座ってすぐです。3D サウンド、すげえな、マジで。絶対伝わんないと思うけど、マイクには。 3D サウンドが今すごい。リーチ、こういろんなところから飛んできた。スーパーチャンス、やった。いやー、素晴らしい。やっぱ海はマジで本当にいい、本当にいいです。さあ、どんどん連射させていこう。イエス、ノー。
マリンちゃんが多いよ、マリンちゃんが多いよ、マリンちゃんが多かったよ今下。関係ない、ないか、ないか、ないね。いや、あるよ、あるよ。ゴールデンゾーン。よし。目も燃えてるし。ペロ。イエス。オーケー、増やすよ、またペロ。よし、飛び込もう、どこ、レッツゴー、ゲンストーリー。やった。エブリデイ、せーので始めよう。あー、いかがだ。絶対テープランドいかんからね、これ。それで金魚群が出るときもあるから、イエス。オーサルトゥーディー、オーケー、ゴーゴーチャンネル、オーケー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 、ゴーゴーゾーン来たよ。あー、目が燃えてるから、これもうすげえ、体全部燃えてた。いや、もう体全部燃えてるよ。大丈夫か、海の中でそんな燃えてて。プリン、ストリーミーサウンド。よし、それなるか、なるよね、毎回なるよね、毎回なるか、鳴らしてって、気分の問題。やった、オッケー、ワンタイム。あ、星はちょっと、あ、でもワリンちゃん、下ワリンちゃん、下ワリンちゃん、やっぱりワリンちゃんです。下サムですよ、サム。あ、やばい、サムですよ。やった、もうやばい、やっぱりゲンストーリー聞いてるわ、ゲンストーリー聞いてる、やっぱりグレートラッキーやって。いや、すごいな、16ラウンド、やっぱでかいな、でかいでかい。おっとっとっと、ここで、いやー、いかん。これで半分いっちゃいましょう。ちょっと不安になってきたよ、鍵がなさろ。ですけど大丈夫か、いやー、残り2回、あ、びっくり。
くりびっくりやけど、弱いの弱いけど一番に発展しても呼ぶんだよ。大変満足しました。素晴らしい。海がすげえ頑張ってくれた。スロットはい、北斗9000枚、いい、沖縄7000枚、5000枚、5000枚、5000枚、4000枚。ああ結構この4000枚クラスが多いね。これはちなみにサマエですね。全体的にいろんなところにありますよね。まあ僕はその中の2700枚が僕ですけど、忍び魂あれから忍びが今空いてる状態ですけど、ジャッカスチームがずっと動いてて、ずっとみんなが結構楽な顔をして、同じ人たち朝からずっと打ってますから、今日はジャッカス、要は前回この勝った分で入った棋士なんですけど、かなり大事に使ってそうです。まあちょっと店内ぐるぐるぐる埋めてから流して終了したいと思います。はい、出ます。はい、出ます。はい、4207玉です。さあ今実戦終わりまして、まずね、僕の結果を言う前に、ちょうどね今スロットのランキング出てますけど、まあ、まだ時間早いです。まだ7時前です。8000枚、7000枚、6000枚、5000枚、5000枚、この辺り多いよね。これちなみに3枚です。これは出枚数とかそんなじゃなくて3枚です。でまあ見てると、まあ、当然ですけどバジーとかホークとかそういうところ入ってるんですが、こういうねエウレカ7とか偽物語とかそういったところもしっかりとランキング入ってくる。で今日はね正直フル稼働してる感じではないです。これ結構商いがまあまあ立ち回れるような状況で、まあこういうところがねこうちょっとイレギュラーなところで、まあ、ハイスクール・オブ・ザ・デッドですよ今更。モンハン、そして戦国乙女とか、まあどの機種でもある程度出てる台が少なくても1台あると、まあ僕見た感じなんですけど、実際デマランキング的にはそういうランキング来てるから、ちょっとね、ピンポイントで何個か見たいと思います。そこはね花火がねまずこの1台現在ね総ゲーム数5600ゲームでまだ130分中切ってます。それね、合計この6台の中ではプラスが6台中には2台だけがマイナスです。花火に関しては。そしてね、マイジョグね、結構稼働がそこまで強くなかったんですけど、打たれてる台が、プラ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 スが多いな。プラス、プラス。プラス。結構ね、こう、しっかり打たれてる台は結果ついてきます。そしてね、こう、新台だったアステカ、ちょっと見てみると、彼ね、1台が暴れてるんですけど、他はまあ安定なフラットライン、フラットラインです。ジャッカシム、あのねこの合算噛み合ってない。ずっとこう箱使ってたけど噛み合ってない。でもまあこれぐらいの合算、これぐらいのゲーム数で出てるってことは悪い台じゃないんですけど、こうオンしないとなかなか結果ついてこないです。そして、ハイスクロールでちょっと見てみようかな。3台中2台がプラス。化け物語3台中2台がプラス。まあその遊びやすい感じになってると思うんですけど、こうめちゃめちゃ最高的にあれはあるかどうかちょっとわからないんですけど、まあ、安定した結果出てるってことは
それなりには頑張れていると僕は今日感じました。でね、まあ、さっき言ったようにまだ、ね、時間早いです。まだ19時なんで、まあ、ここから伸びる台も伸びるだろうし、まあ、僕が打った白身も正直わからないっちゃわからないし、まあ、そこからねこの後にどうなるかってまた見たいと思うんですけど、そこでね、ここでちょっと見れないんですけど、ジャッカスチームのデータ、実はオープニング軽く振りましたけど、導入してすぐの方には6000枚クラスのデレマが3台ともあって、まあ、やっぱりその入れ替えとかそういう時にはマイホームの皆さんが選んだ台が入ると非常に大事に扱われていると僕は常連さんから聞いたんで、次回の収録もしっかりとこの今日入れたリノーとかもし入ったらちょっと期待して打ちたいと思います。で今回結果なんですけど、優勝じゃない、勝利ですね、自分の中で優勝ですけどね、今日はね総投資1625枚、白目試しは2700枚、そして海は4200発ぐらいです。なので今日は非常に楽な簡単な勝ちだったんで、まあ今日だってもうパルサーからの忍びからのガローからの009からの海5台打ってかなり楽しめたし、009ちょっと別にしてかなり楽しめた1日になって、またね次回のマイホームもう一つマイホームらしくなってると思います。今でさえねこんだけマイホームらしくなってるのに、さらに今後もどん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 僕がなんていうかな大好きなテーマになってきてる。だってもう番長あるよ、番長2ですよ、表面対応もあるよ、すぐそこにあるけど、こんな店内僕は毎月毎月楽しみになってるので、皆さんもぜひ収録の時でもいいし別日でもいいし一度こちらコーナー西青路店に来てください。でまた次回のマイホーム3連勝決めたいと思うんで、皆さん応援のよろしくお願いします。さようなら、グッバイ。